はい、今時チャンネルです。大声出したいところですが、周り人いるんで、普通にお話したいと思います。自衛隊の体力検定形式で腕立て伏せ、ウォーミングアップで2次会実施します。このタオルを持久者の手とします。映るかな？はい、実施します。YouTuber です。はい、腕立て伏せ20回ウォーミングアップですね。これ体力である日であれば、練習する日であれば、朝一にこれ 20回やって、で大休止して、体力本番、または2分間マックスで、私が自衛隊の現職の時にやっておりました。これは、腕立て伏せやる日とやる日、間、約3日間空きますね。超回復の原因によって3日間ぐらい空けます。私が第16日間連隊の時は、堀から取り返すから毎日やらされたんですけど、あれ、毎日やったらダメですね。が人にもよります。超回復によって間3日空けるというのは、人それぞれ個人差があるんで、自分のことを研究して、間何日空けるかを決めてください。また例外的に毎日やった方がいい場合とかあるんで、それ自分でメモしてやればいいと思います。あと、裏技があるんですけど、ちょっと場所移動しますか。はい、補足説明です。腕立ての要領は規則で決まってると思うんですけど、手は見てた？手はもちろんハの字です。で、これも私はこう手を広げてます、安定するように。で、ハの字とするも、ハの字をちょこっとにすると、なんか肘があんまり外側に出なくて、体近くからこんなになるんですけど、これは力は逃げませんが、肘が曲げにくいんで。で、これを広げて、肘を外側にやるかは、これ肘曲げやすいんですけど、力が、なんちゅうかな、握る。ダメかかるんで、これは自分で一番いい広げ方、肘も広げる、どのくらい広げていいか、これ自分で試行錯誤して一番、規則内で自分が一番やりやすいところを探してください。と、腕、地面につける位置ですね。これ上にやると 非常にきついんで、下にやるときついんで、これも上下、もう試行錯誤して練習やってみて、で、自分でいい場所を見つけてください。はい、腕立て伏せの体力検定の時の裏技の紹介ですね。これ私が考えたやつで、どこにも載ってなかったみたいです。体力検定、体幹とかの平坦なところでやる場合はどうしようもないんですけど、屋外でやるとき、少しでも傾斜してるところがあれば、そこでやれば少しは楽に回数稼げるかと思います。一般の部隊であれば、訓練班の方、陸橋であれば、JK の方で、こちらでやっていいですかと聞いてくださいね。で、ちょっと手本見せたいと思います。それは、顎、目印ですね。
分かるかな、こっちが下側、こっちが上側、もちろん下、下側が足で上側がなんだ腕の方です。ちょっとやってみます。なんかな、これで、あ、こうすれば、少しは楽に回数稼げるかなと。100回目指したい方、100回前後の方は、3% から 5% くらいは回数増えるかと思います。はい、裏技の紹介でした。はい、追加でございます。体力検定の本番の時、および練習で2分間マックスやる時、回数、もちろん正式にやりながら、オーバーペースでやってください。100回目、腕立て伏せ2分間で100回目指すんだったら、あれ、1分間で、正式にやったら1分間で1回しかできないんで、最初の30秒で30回、月も1分で55回目指してください。まあ、2分間、なるべく2分間マックスできるように、回数少ないながらも練習して、30回目指すんであれば、最初の30秒で15回とか、オーバーペースでやって、てください。ちょっと車とか来てるんで、この辺で終わります。はい。はい、ありがとうございます。